世界最大の吊り橋吊り橋。吊り橋は、橋の形式の一種で、綱などの張力で吊り下げ支える形式のもの。吊り橋、吊り橋とも書くが、この表記は競技には、日本の江戸期以前の古典的な形式に対して用いられる。吊り橋としゃばり橋。両者の際については、しゃばり橋吊り橋との相違を参照。一般的な用法としては、 小さな谷や川に縄橋を渡しただけのような簡易なものから海峡などにかけられる大規模なものまで釣り橋と称する。シャバリ橋も張力で支えているため、講技には釣り橋の一種とも言える。しかし、釣り橋は競技、すなわち現代の土木工学分野における分類においては、首都とそれに渡されるメインケーブルを持ち、 そのケーブルから遠直に垂らされたハンガールオップで桁を支持する橋を指す。桁はその上に床板置き、道路や鉄道、人などが通る部分である。これに対し、ハンガールオップがなく、複数のケーブルを斜めに張って直接桁を支える、ものはシャバリ橋と呼ばれ、区別される。釣り橋のケーブルは垂れ下がり、曲線を描くことになるが、 ハンガーロープとの二段構成とすることで桁を水平に近い状態に保つ。なお、桁を取り付ける前のケーブルだけの状態では、懸水線というカーブを描く。いずれも現代のものは、ケーブル、ハンガーロープ、桁は構成、主刀は鋼もしくは鉄筋コンクリート製である。長大な橋に向いており、世界の長大士官長橋を持つ上位の多くを、吊り橋が占める。一方、 風や荷重によって揺れやすいという欠点も持つ。カズラ橋、ニセの吊り橋古典的な吊り橋としては、徳島県西谷山村にあるイアのカズラ橋がある。植物の吊る毛両岸から本体を支える構造で、原始的なシャワリ橋と言える。現在のカズラ橋は安全のため港のワイヤーで補強されているものの本来はその名の通り植物の白口カズラのみが用いられる。 桁部分もカズラで丸た、割り木をつないだだけのはしご状で、人専用である。簡易なものは登山道などで見られ、多くは人専用である。首都がなく、岩盤からケーブルを仮設したり、ハンガーロープがなく、直接本体を支えたりするものなどもあり、桁も板を繋いだだけの簡易なもののことがある。こういったものは、釣り床板橋と呼ばれる。揺れを抑えるため横。 あるいは、下方からもケーブルで補強している場合もある。現代においても、観光客向けにあえて古風な吊り橋がかけられることがある。日本において、かつては吊り橋の語が使われていたが、1870年に、トーマス・オートルスの設計とされる、山里の吊り橋が皇居内、道館堀に仮設されて以降、西欧からの近代的な技術の影響を受けたものに、対しては、 吊り橋の表記が用いられている。ブルックリン橋現在の長大な吊り橋の起源はアメリカ合衆国のブルックリン橋とされる。1883年に完成したこの橋はケーブルの材料として鋼を使いかつより合わせのない平行線ケーブルを用いた。また、塔の海底部の工事にケ計ンが用いられるなど現代の工法の多くがこの時代に開発された。 またブルックリン橋は、塔から桁への斜めのケーブルも持ち、シャバリ橋との複合構造でもある。その後に作られたジョージ・ワシントン橋で、スパンが1000メートルを超え、さらに、ゴールデンゲート橋、ベラザノ・ナローズ・ブリッジなどの建設が続いた。1981年に、イギリスのハンバー橋が完成するまで、100年以上に、渡り、世界一の座をアメリカが独占した。 現在の世界最長は日本の明石海峡大橋である。ケーブルに使用されるピアノ線は15000メートルで、自長によって切断してしまうので、理論上は中央島町の限界は4000メートルとされている。地表から橋の路面までの高さで、世界一なのは中国湖北省にある4とか大橋で、下を流れる4とかから472メートルの高さがある。 スパンは900メートルで2009年に供用開始された。塔、メインケーブル、ハンガーロープケーブル実物大断面模型、アンカーレージメインケーブルを支える塔で、両岸もしくは岸から全長の1、4くらいまでの位置に設けられる。一組の塔は桁を挟むように立つ2本の柱を取らす、またはラーメン構造でつないでいる。基礎が水中になる場合は、 ケイソンと呼ばれる鉄の箱を沈めコンクリートを流し込み構築する場合が多い。水流を妨げないため複数の柱で構成する場合もある。橋の長さは全長ではなく支点間の距離である支間のうち最長となる中央景観でもって序列されることが多い。釣り橋ではこの主等間の距離が中央景観となる。塔とアンカレージの間の距離は側景観という。 首刀は通常二組であるが三組などの例もある。首刀にかけられハンガーロープを通じて桁を吊り下げる吊り橋の最も重要な要素である。材質としては構成のワイヤーが用いられこれを平行に束ねる。少し古いものでは後半を束ねたものも用いられたことがある。この材質の進歩に伴いより長大な橋が架けられるようになった。 赤石海峡大橋のものでは1、平方ミリメートルあたり180キログラムの引っ張り強度がある。それ以前の瀬戸大橋などでは160キログラム、平方ミリメートルのものが使われている。ケーブルは腐食防止のためにゴムや塗装による表面処理が施してある。覆われたケーブル束の内部は湿度が上昇し、腐食が進行する事例が見られたことから、1998年に、 完成した赤石海峡大橋では乾燥空気を送風するシステムが採用された。このシステムは2002年に瀬戸大橋で追加的措置として講じられたほか、2011年にはイギリスのハンバー橋でも採用されている。ケーブル仮設の方法にはエアスピニング工法とプレハブストランド工法とがある。エアスピニング工法ではワイヤーを数本ずつ連続して仮設して行き、 それを束ねてケーブルとする。プレハブストランド工法ではあらかじめ製作したストランドと呼ばれるワイヤーを正六角形に束ねたものを仮設し、それを束ねてワイヤーとする。一本のストランドに用いられるワイヤーの本数は91本、127本、169本などとなる。道路や鉄道が設けられ実際に通行する部分であり、 橋桁あるいはホツヨシ桁とも言う。送電線や水道管が併設される場合もある。桁は箱型のものとトラス形式のものがあるが、風の影響の少ないトラスのものが多い。扁平で合成の小さなホツヨシ桁を用いていた、米国のタコマナローズ橋が風で落橋した影響もある。ただし、最近、流体力学の研究の進歩により風の影響を、 受けにくい形状にした箱型も見直されつつあり、イギリスのハンバー橋や日本の来島海峡を橋に、この例を見ることができる。アンカーレージは、橋の両端にあり、メインケーブルをつなぎ止める、文字通りの怒りである。コンクリート製。地形的制約や強固な岩盤などがある場合は、地山の支持力も利用するトンネルアンカレーレジとする、場合もある。メインケーブルから延直に垂らされ、 ケタを支える。懸垂線を描くメインケーブルとケタを結ぶため場所により長さが異なる。通常、酔ったワイヤーロープが使われる。主刀が騎士よりにアリガー警官のケタを支える必要がない場合はない場合もある。この形式のものを単警官吊り橋という。ちなみに一般的なものは三警官である。ハンガーロープには風による振動防止用に ラ旋状に線が巻かれている場合がある。以下のリストの長さの数値は中央景観である。吊り橋と同様の技術を用い競技場やホールなど中央に柱を立てられない大規模な建物の屋根を建造する例がある。例として1964年東京オリンピックの国立屋内総合競技場がある。メインケーブルは吊り橋と同様な曲線を描き、 そこから周囲に広がるように垂らされたロープが屋根と一体となっている。ABC や再建時、道と道がわかる時点に本実業出版社2001年11月10日、初版226から227ページ。ISBN4 から534から 03315X。吊り橋、関西埼玉、七部荒川渓谷観光施設。 毎日新聞長官2019年2月27日2019年2月28日閲覧。吊り橋、吊り橋、工事園昭和30年5月2班、P1505、1983年12月3班、P1629、山根岩を我が国における、明治期の近代的木造吊り橋の展開基礎側。 および天竜川水系における釣り橋の変遷土木種研究講演習25巻土木学会287から296ページ2005年ネイ400億710万3622データ釣り橋理論的には島町4キロまで可能読売新聞1988年4月5日東京有刊11ページ日経 BP 日経コンストラクション2012年3月26日号ありがとうございます。